旅行から帰ってきた朝です。今洗濯機をフル回転で回しています。2回目です。今日は朝ごはんにこちらのチャメという果物を食べようと思っています。このチャメは旅行の帰りにトラックのおじさんが売っていたものを買ったんですけど、15個ぐらい入って2000円でした。これを1つ剥いて食べようと思います。結構食べ過ぎた次の日とか、この果物をよく食べるようにしているんです。韓国へ来た時はこの果物がすごく苦手だったんですが、韓国に生活しているうちにこの果物を好きになりました。まず切ってみたいと思います。なんか花柄で可愛いですね。ちなみにこの皮むき器、結婚した時にお姑さんが準備してくれたものなんですが、あまり可愛くはないんですけど、15年使っています。とても切りやすくって。そういや余談ですけど、15年前結婚した時、お姑さんがこういった料理器具とか食器、コップ、なんか全てお姑さんが準備されたんですね。してくれたんですね。その時は私ちょっとまだ若かったので、自分の好きな食器とか買いたかったなとか、ちょっとそういうふうな不満もあったんですけど、結構長く使っているのでびっくりです。私くらいの年齢のお姑さんっていうと、もう70代、80代になってくるんですけど、それのぐらいの年代の韓国のお姑さんたちっていうのはとってもお世話好きで、ちょっとカルチャーショックが大きかったんですね。結婚した当初はいろんなものをもう勝手に準備したり、いろんなものを買ってきてもう勝手にしたり、結婚当初は結構そういった国際結婚の文化の違い、まあ、人の違いっていうのもあるんですけど、韓国と日本の文化の違いで本当に戸惑ってストレスをたくさん感じてきたこともあったんです。でも今15年経ってこういった皮むき器を見てると、いいもの買ってくれたんだなと思って、可愛い、このと、まあ、昔はもうこんな可愛くない皮むき器、新婚さんで使いたくないとか思ってたんですけど、もう15年も使っているので、思い出話、笑い話にもなってますね。今、国際結婚される人のお姑さんというと、50代とか60代前半のお姑さんだと思うんですね。韓国も世代によって随分と考え方が違ってきているので、50代、60代のお姑さんたちはまた昔の韓国の考え方とはちょっと違った、あまりお世話とか焼かないような、ちょっと変わってきてると思うので、そんな心配しなくても大丈夫じゃないかなと思ってます。チャメはこのように中にいっぱい種が詰まっています。この種ごとを食べるので、食べ過ぎるとちょっと下痢になってしまうので、ちょっと注意が必要なんですが、まあ、程よく1日に食べるとお肌にもいいですし、あと疲労回復にもいいらしいんです。私はちょっと今歯の矯正中なので、ちょっと細かく切って食べます。あとこの果物がいいところは、切っても長時間冷蔵庫に入れておいても色が変わらないんです。リンゴとかはあらかじめ切っておくと黄色くなりますよね。その心配がないので、これを切って冷蔵庫に入れておきます。すると旦那さんとか子供たちがお腹空いた時につまめるように、そういう面も結構便利で、この果物は、我が家では夏には欠かせない果物です。スイカはまだ2000円ぐらいするので、ちょっと高いので買えてないんです。今年も日本に帰るので、日本でスイカを買って食べたいと思います。あと子供たちが日本に行ったら絶対したいのはスイカ割りなんです。庭でスイカ割りとかできたらいいなと思っています。結構1個切っただけでボリュームがあります。これ1つ食べたらもうお腹いっぱいになるので、ダイエットをしている方とか、あと食べ過ぎた日とかには本当にぴったりです。こちらのチャメを食べながら、お話ししながら、もう一つ何か作ろうと思っています。
結構私お家にいる間はあまり座らなくて常に立っている方なんです。ソファーとかもあんまり座らなくて常にこうで立ってなんか動いたりしています。している方です。皆さんはどうですか？40を過ぎてから40歳を過ぎてから座っているとお尻ら辺が痛くなって、坐骨神経痛みたいなのになったことがあって、それから結構立つようにしてたら、もうなんか立つのがもう慣れてしまって、結構立ってる方が楽なんですよね。座るとお尻が痛かったんです。でももうそれもすっかり治ってしまって、お尻も痛くないし、やっぱり立っているっていいのかなってちょっと思っています。そんな話は置いといて、今日もう一つ作ろうと思っているのは、焼肉屋さんで出てくる玉ねぎのタレです。タレ、タレ。発音はタレが正しいのかな。タレ。私の地元では焼肉のタレ、タレって言うんですけど、タレですね。その、お肉と一緒に食べる、タレを作ろうと思います。お家でも簡単に作ることができます。タレを使って焼肉を食べるようになってからは、焼肉のタレっていうのを特別買わなくてもよくなったし、お酢と醤油で作るだけなので、とってもさっぱりしているんです。結構おいしいのでハマります。あと、お肉を食べなくてもそれだけでサラダとしても食べれるので、とっても便利です。とっても簡単なので一緒に作ってみてください。まず調味料から準備していきます。醤油が 100ml です。これは韓国にいる方はクッカンジャン、韓国にはクッカンジャンとチンカンジャンという醤油の種類があるんですけど、クッカンジャンの方を使ってください。醤油は100です。ここに水を200入れます。お水を、普通のお水を200です。ちょっと醤油を入れた後なので水が濁ってますが、普通のお水を200です。その後にお酢を入れます。 お酢は50です。なんかお醤油もお酢もちょっと全部なくなった。お酢は結構使うので、いろんな料理に使うのでいつも買い置きしてあります。お酢を50入れます。そしてちょっと甘さが欲しいので、砂糖を大さじ2を入れてください。大さじ2です。この辺の甘さは後で調節してください。調味料を全部入れたら、これを火にかけます。沸騰させなくていいので、中の砂糖、大さじ2を入れた砂糖をちょっと溶かす感じで温めます。が全部溶けたら OK です。その間に玉ねぎを切ろうと思います。玉ねぎは2つ使います。ちょっと腐っていたので半分ぐらいカットしたんですけど、ジップロックを用意しておいて、ここにもう玉ねぎは直接切ったらここに入れていきます。と言ってる間に砂糖がグツグツ溶けて、調味料が溶けてきているので、少し温めて、お砂糖が溶けたらもう火を消してしまいます。切ったら順番に袋に入れていく感じです。これはもう薄切りです。そういや、旅行に行ってる時に友達から連絡が来て、子供たち学校っていうか韓国休みなの？って聞かれたんです。実は韓国の小学校、中学校は、義務教育の間なんですけど、1年間に20日ぐらい、会社でいう有給みたいなお休みしてもいい日数があるんですね。もちろん勝手に休んではダメで、事前にどこどこへ行ってきますっていうので申請をすると、年間20日ぐらいはお休みしても出席扱いになるんです。
このシステムが何であのあるかっていうと、結構そういうふうに休みを取って、平日とか普通の日に旅行とかに出かけたりすると、やっぱ混むのを避けることができるからだと思うんですよね。夏休みとかお休みの祝日に休みが重なって、もうどこ行ってもすごい人混みじゃないですか。なので、そういった子どもたちを学校有給みたいなのを使って、学校は休むんですけど、出席にはなります。その休みを使って旅行に行ったりできるんですね。中学生の息子はたまたま学校がなんか創立記念日かなんかわからないんですけど、まあ、何か休みだったんです。で、小学生の息子は、次男は学校がお休みじゃなかったので、小学生の息子がその20日間与えられているお休みを使って旅行に行ってきました。もう季節的に今結構そういう休みを使って旅行行く人は多いと思うんですね。とってもいいシステムだと私は思います。日本もあったらいいのになぁと思いますね。その間の学校の授業は遅れないの、ついていけない、いけるのって心配になるかもしれませんが、人生においてね、学校の1日ぐらい休んでもどうってことないと思いますし、それよりも楽しいとこ行って楽しい思い出を作るっていうのは子供にとってもいいんじゃないかなと思って、あんまり学校の授業についていけないとかは気にしてません。親も旅行とか旅行先で比較的空いている時に行けるので、みんながハッピーという感じのシステムだと思うんです。で、こうやって玉ねぎを切って、ポリ袋じゃなくてジップロックに入れました。ここに先ほど温めていた調味料を入れるだけで出来上がりです。ちょっと今冷ましているので、ちょっと野菜、果物食べながら待とうと思います。調味料が冷まったので、こちらに流し込もうと思います。ちょっとしっかり立ってるんですけど、調味料を入れるとわからないので、でお皿を置いて、このタレを入れます。できました。とっても簡単で、これはもう食べる1時間、30分から1時間ぐらい前に作っても大丈夫ですけど、私は今日夕ご飯に焼肉をしようと思う日は朝作って冷蔵庫にそのまま入れておいています。とっても簡単なので、お肉を焼く日はぜひこれを作ってみてください。お野菜も一緒に食べることができて、とってもおすすめです。私はこんな感じで冷蔵庫にしまっておきます。